ちの伊達男歌舞伎團十郎様の旅だい。こきたねえ田舎者は恥ずかしそうに道の端っこ歩きやがれ。あ、その小せえ体にちっと似合わねえジンバオリ、おめえがマンジマンだ。耳かっぽじってよく聞けよ。おめえと一緒に戦うつもりは全然ない。俺は確かに火の一族だ。しかし生まれたこの方、それで得したことなんざ一度もねえ。俺はこの火の地の力で目立って目立って目立ちまくって名を売って血を派手に生きるのさ。ま、そういうわけだ。てめえもな、ジパングのためとか宿命とか捨てて楽しくやれやな。Thank you.
わしこそジパング一の色男と呼び声高い、その名もヘビ仙人じゃ。いや、久しぶりの客なんで、さっきは隙をつかれてすっかり慌ててしもうたわい。お前は火の一族じゃろ。わしにも火の一族の弟子が二人いたからわかるぞ。一人はオロチマルと言うてな、頭の切れる出来の良い弟子じゃ。もう一人は歌舞伎という見下げ果てた大バカもんじゃ。言うことは聞かんわ、わがままはし放題だわ。その上途方もない女好きとくる。真面目に術の修行もせんくせに着るものだけは派手での。まったく誰に似たのやれ。歌舞伎と旅を共にするなど夢夢考えてはならぬが、何かと複雑な事情もあろうて。ま、歌舞伎と仲間になったら腹を立てんことじゃよ。あいつの言うことは気にせん方がいい。歌舞伎のことで何か困ったことがあったらわしのところへ来なさい。いいことを教えてしんぜよ。Thank you.
Thank you.
扉の鍵開かねえぞ。うっせえな。こんなとこうろついてねえで、てめえも早く鍵を探し。うっ、てめえはまんじまる。どうやってここまで来た。船は全部沈めさせたはずだ。まあいい、探す手間が省けたぜ。 俺様は死神兄弟の牙をここで片付けてやら。
あなたがあと5年早く生まれてれば返しゃしないんだけどね。まあいっか、死んじゃダメよ坊や。あなたがあと5年早く生まれてれば返しゃしないんだけどね。まあいっか、死んじゃダメよ坊や。半人丸くん、元気そうで何よりじゃ。死神兄弟の3人も君に負けんくらいに元気でな、雪辱に燃えているようじゃ。せいぜい仲良くしてやってくれよ。君の探している聖剣はこの城の天守にある。天守まではエレベーターを用意しておいたから、それで行きなさい。死刑台へのエレベーターじゃ。手の形をしておるから一目でわかるよ。ただ乗ればいいだけじゃ。それじゃまた後で会おう。Thank you.
Thank you.
死神兄弟を打ち倒してここまで登ってくるとは、さすがじゃのう、万事丸君。ところでな、ここにある3つの箱が何かわかるかな？そうじゃよ、君が倒した死神兄弟の棺桶じゃ。さて、 これからこの棺桶を使って君につまらぬ手品をご披露しよう。<笑>うまくいったら拍手を頼むぞ。黄泉様の名において命ず、死神兄弟よ、今一度立ち上がれ。 その力と体を合わせ、万事丸を倒せ。 新しい体、なかなかいいぜ。万事丸よ、悪いけど万が一にもおめえの価値はねえな。キナー坊主、体を切り刻んでやるからよ。
万事丸よ、わしの声が聞こえるか。私の名はベニマル。お前と同じ火の勇者だ。死しての地、この聖剣、放水院ベニマルに魂を宿した。お前にベニマル斬りを授けよう。ベニマル斬りは同時に複数の敵を斬る剣だ。さあ、万事丸よ。私を高山の暗黒乱の根元まで連れて行け。私の力とお前の力を合わせれば、暗黒乱は必ず切れる。Thank you.